はい、前半、ベンテル選手のところを抑えきれず乗せてしまったっていうところがまず一つと、2クォーターのオフェンスの崩れ方ゾーンに対しての、そこで用意していたことをきちんとできなかった、させれなかった部分で、後半はもうディフェンスが守れない状態で、茨城戦からちょっと守れない、ゲームになってしまっているので、まずディフェンス失点の部分を抑えながら、もう本当にもったいないターンオーバー、群馬さん今日しっかりペイントアタックしてきて、自分たちがファールがかさむ中で逆に同じようなシチュエーションを作れなかったっていうのが、非常に悔しいですし、明日しっかり選手たちが思い切ってプレーできるように、準備したいと思います。以上です。ありがとうございます。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方いらっしゃいますか。情報新聞吉野と言います。お疲れ様でした。はい、ベンテル選手に前半で27点取られた中で、何か後半に向けて彼に対しての守備変えた部分みたいなのはありますか。前半5本スリーポイントやられたんですけど、もうほぼ同じようなシチュエーションで、交代して、いやこここうだよっていう守り方をしても同じミスをしてしまって、そこの部分が、ゲームを早く読み切れなかった部分、っていうのは非常に反省の大きな部分ですし、まあ、本当得点力のある選手なので、トレイ・ジョーンズ選手も含めて非常にこうやっぱりオフェンスでタレントが今日はその個の部分を全く止められなかったっていうのは、僕たちとしては非常に反省の多い、ゲームでした。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。はい、それでは以上でございます。ありがとうございました。